はいこんにちはつかつですということでね今日もやっていきましょう最近ね芥川賞っていい本いっぱいあるんですよで161回もやってるから 200作品ぐらいあると思うんです直木賞の方はねあんまり読まないですエンタメの方はね僕はそんな読まないんだけど純文学しかし純文学をね語れる友達がいないわけだからここで語っていくというスタイルですねで僕の好きな作品を紹介してその作品を読んであ純文学っていいもんだな芥川賞っていいもんだなと思った人としゃべることができるでしょう だから、僕が周りに合わせるんじゃなくて、僕の周りを作っていくという、ね、スタイルを僕は取りたいんですけれどもで、今回は芥川賞受賞作の読みやすい小説ね。読みにくい小説もたくさんあります。純文学って難しいよね、みたいな言われる人もいらっしゃいます。芥川賞って難解なんだ。 文体が難しいよねとか言う人もいっぱいいますし、しかし読みやすい作品はたくさんあります。芥川賞と言って、くくってはいますが、全然違いますからね。おっさんはこうだよね、気持ち悪いよねとか言っても気持ち悪くないおっさんもいるみたいなね。女はこうだ、男はこうだとか言ってね、芥川賞こうだっていうのはおかしいということなんですね。だから、ね、僕はバン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 芥川賞を進めていくんですけれどもね。で、今回は、しかも文庫本。 ここが大事。文庫本なので手に入りやすいと。これ前も言いましたが、ふたがし取ると5万部売れます。どこのブックオフ行っても売ってます、絶対に。だから手に取りやすいです。つかつかね、こんなこと言ってたからとか言って、手に取って、一回読んでみるっていうのもいいです。昔の作品なんか108円で売ってます。108円だったら、もうジュース買うぐらいでしょ。ジュースより安いからね。<laughs> まあ早速ですけど、紹介していきますけど、まずはね、もうここです。蹴りたい背中。蹴りたい背中かよって思う人いるかもしれない。でも蹴りたい背中は、 ああ読書初心者でも読んでみたいと思いますよ。単行本と文庫本持ってます。絵が一緒ですね、これね。<laughs> ここ並べると面白いよね、これね。なんか、でかくなったり小さくなったりと。違いは多分ここかな。川で消防審査と川で文庫と。間違い探しみたいになってるからね。で、こういうね、やつですね。渡田谷理沙と。で、こういう川で文庫。携帯ツ図中は、渡田谷理沙さんっていって、女子高生が書いて女子高生の話ですね。渡田谷理沙っていうのは、インストールっていうので文芸賞を受賞してデビューなんですね。でその後に、タ帯ツの中でアク賞史上最年少で受賞と。 で今もね、いっぱい書かれてます、渡辺理さんね。そう、高校1年生のね、はつみちゃんっていう人がいるわけ。その時に、ね、おりちゃんっていうモデルの熱狂的なファンの、に川っていう、これね、面白いのは、にながっていう、にっていうのはひらがなで書かれてるの。 蜷川っていうやつに彼の部屋に招待されるがということなんです文学史上事件となって127万部のベストセラーですよ127万部127万部ってさやばいよ又吉の火花は200万部売れたんですけど100万部売れると本当にベストセラー1億円儲かるからだ女の子がいいんだけどそんなにイケイケのね主人公じゃないんですよイケイケ主人公ではなくてやっぱちょっとクラスの中でもそんなにいない 女の子なんですでそんなにな蜷川っていうやつがいるのでこの時代にはなかったと思うがススクーールカーストみたいいな世界観で書かれてはいるね主人公がいて女の子がいてそれより下の蜷川をちょっと見下してる感があると思うで見下してる感があるんだけどその見下した蜷川っていうのはなんかおりちゃんっていうモデルのファンなんだけど主人公はじゃあどういうファンなのかってことになってくるでしょ主人公は何に熱中しているのかってことになってくるんですよね だからこれもよくある話だが他者を見ることによって自分はじゃあ何をしているのかって言って内省していくんですよね他者を見て自分が内省するそれが結構、まあ、伝統的な純文学の一つのあり方なんですけどね、まあ、それを女子高生で書いたというところですね、まあ、現代だったらもっともっとこういう価値観あるんじゃないですか蹴りたい背中ね蹴った背中じゃないっていうところが大事なんですこれ 蹴ってないから蹴りたいなーって思ったけど行動には移さないっていうところの内省さがあるんですね、まあ、次の作品と比較したらめちゃくちゃ面白いですよはという1作目は「蹴りたい背中です」です続きましてね「蛇にピアスね」ね蛇にピアスもこれ表紙一緒なんですけどこれ単行本でこういう文庫本なんですけど蛇にピアスも金原ひとみさんこれ同時受賞でしたね 渡田理沙と金原ひとみは同時受賞で金原ひとみさんも多分二十歳ぐらいで受賞だったと思うんですよねだからめっちゃ早かったと思うよこれはねヘビにピアスはスプリットターンって知ってるっていう話でスプリットターンってさこう知ってる <laughs> あのベロがあるでしょベロを2つに割ってんですよで2つベロこう出てるっていうのをスプリットターンって言うんですでそこから しねいわゆる入れ墨とかピアスとか身体改造にはまっていく主人公なんですねだからこの主人公は蹴りたい背中と違ってめちゃくちゃ身体改造とか行動していくんですよで男とだんだん付き合っていくんですで蹴りたい背中は男とは付き合わないわけ結局ニナガワとは付き合わないというかそういう関係にはいけないし、まあ、距離がある人間関係で言ったら蹴りたい背中はかなり慎重派なんだけど こっちのヘビにピアスはかなり積極的に近近づづきすすぎるほどいいていくんですだからもうぐちゃぐちゃになっていくの人間関係がだからそこの恋愛を語ってるって感じですね身体改造もそうでしょう身体を改造するってめちゃくちゃきついことでしょう我々から考えたらねでもこの人はそこまでしちゃってるとでそれは関係性っていうのをもう密に密に密にしていくっていうところなんですね これ、村上隆が解説してるでしょ。村上隆もこういうタイプの小説書くから。限りなく透明に近いブルーもそうだけど、もう人間関係ぐちゃーってなってるところを書く人でしょ、この人は。ここはかなり対照的なんですよ。ぐちゃぐちゃにならないんですよ、蹴りたい背中はどちらかと,いうと。適切な人間関係をとって、観察者としてずっと見る。だから他者を見ることによって自分が内省するんだけど、フィニピアスは観察者ではない。 自分がバーって迫っていくからそこで人間関係がまあ衝突していい方向にもあるし悪い方向にもなるっていうこの対照的な人間関係の取り方の描いてるという作品なんですねで続きましてなんですけどこちらねヘン・ミヨウさんの自動気象装置ねここら辺まで来ると皆さん知らないかもしれないけど自動気象装置これもねそんなに分厚くないですよ全然これ薄いでしょだって文庫本と単行本あります単行本結構シンプルなスタイルですねこれ ここにも何も何書いてないっていう、ねね、サトシと僕は仮眠室のおこし屋とこれはねあの通信社って言って通信社のおこし屋なんですね通信社だったらみんなぐーって寝るわけでしょでも朝が早いし起きれないとで目覚まし時計だったらちょっと心配だなっていう時にこの主人公はその通信社の人間を「何時ですよ」って言って起こすだけの仕事なんですよ そういういお越し屋さんなんなですねこう猛烈社員をねうまく目覚めに導くのが仕事だとで文句言ってきたりするわけやっぱり昔ね小学校とか中学校とか高校とかだったらやっぱお母さんに「なんちですよなんとかくん」とか言われるじゃないですか「遅刻するわよ」って「うっせえんだよババァ!」みたいなことってあるじゃないですか話を通信社の人間も「うっせんだよ!」とか言うやつが出てきたりすんのめんどくさい人間出てくるの でそういう人をいかにしてこう怒らせないでうまく起こすかっていう話があるんです。でその時にねちょうど自動気象装置っていう機械化しようじゃないかっていうことになるんです。今までは人間が主人公が何時ですよってなったけど、ね、自動気象装置というものが導入されたと。 実際にあるみたいです自動気象装置というものが時間になったベッドがこう動いてこうくの字になってこうくの字になったら人間寝れないでしょだから自動的にベッドがトランスフォームしていくっていう機会があるみたいなんですでそれを描いたとでこのねヘミオーさんのこの自動気象装置のね描き方ってめっちゃね爽やかなんですよこれ知らない人にどこか愉快な場所を話をする時にはいきなり扉を開けて その場所の中身を見せちゃダメだみたいな乗り物の話をしながらとことこと少しずつ近づいていくみたいな,なんかねおしゃれな感じなんですよおしゃれっていうかね僕はやっぱり爽やかって感じなんですねでこの爽やかさっていうのがね面白いのはヘンミオさんはなんか40歳ぐらいで書かれてるんです45ぐらいで書かれてるんじゃない45歳で爽やかさを出せるっていうのがすごいなって思う村田清子さんが解説ですねはい次こちらねこれ衣類婚印んですね 衣類イイターンは第154回芥川賞でしょ34年前に受賞した本ですねでもう文庫化されてますどっっちがいいいでですすかっていう話なんです僕どっちもいいと思うけどこっちもいいですねやっぱ味があるよねこれなんかリスの尻尾にこうお面がかぶってるとひょっとことおカメみたいなのが被っているっていうのとあとこれキツネの嫁入りのね表紙なんですけど これなかなか渋いですよね。で、このイルイコンインタンっていうのはもともとイルイコンインタンっていうタイトルのくくりの物語があるんです。つまり人間とは異なった者たちと。 結婚すする話っってていううのをイ,ルイコインン言うんです結構日本にはよくある話で例えば鶴の恩返しとかね鶴の恩返しなんかは人間とは結婚じゃない鶴と結婚するでしょ大体いい動物が人間に化けて、ね、結婚した時にバレちゃったみたいなパターンあるじゃないですか結構日本の物語には顕著にあるんですよ 逆に言うと西洋の物語にはあまりないって言われてるんですけど日本は八百万神で、まあ、物受け姫とかも顕著だけどああいう化け物と人間がどのように共存していくかみたいな話があるんです西洋っていうのはそうう自然を切り開いてもう環境破壊とかしてきた文化ですからあんまりそういう話がないって聞いたことはありますねで衣類婚姻探は主婦と旦那がいいんですで主婦と旦那がいてその旦那がね なんか悪い男で悪いっていうかなんかねグータラな人間なんですよパッと見たら自分の顔がね旦那の顔とそっくりになってたとでなんか知り合いかな隣のおばさんみたいな人が「あなたこのままじゃ一緒になっちゃうわよ」みたいな言うの「隣のおばさんかなんかは真ん中に石を置いたらよかったわよ」っていうのその隣のおばさんも同じ現象が起こってたとね旦那とそっくりになっちゃう。でもその間にに石石を入れることによって石が旦那 にそっくりになるだけで自分までは来ないからあなたもなんか真ん中に何か置いた方がいいわとか言うでも主人公はそういうことはあんまりしなかったでどうなっていくかというとっていう話なんですだから衣類公園単も変身単の一種なんだけどこのね落とし方がやっぱ面白いですよね最後の漢字めちゃくちゃ面白いしこれね犬たちっってていうのが入ってんですこの中にね4つ話入ってんだけどこの「犬たち」っていうのもまたいい話なんです面白いよ 元谷由紀子さんってね今までメンヘラ系女性を描いてきたけどこの辺でちょっと不思議な味っていうか妙な味みたいな感じの小説を書き始めたっていう感じがよく言われてるんですけどやっぱそのうちの一つで評価されたという感じですねで最後になりましたけど最後やっぱりここね出したいなと思ったんだけどまあ火花ですね又吉直樹さんね火花なんかすぐ読めちゃうよこんなん薄いもん やっぱりみんなね又吉さんテレビで見てるから又吉さんのこと知ってると思うしやっぱり芸人の話だからねタイムリーでしょ今はもう吉本がう々ぬかぬん,かなんとか言ってね芸人の地位向上みたいなさもしくは地位がどうなるかみたいなことやってるけどやっぱこの時代からそういうことは言われてるだろうしそこの前だったというところが早かったと思うよ吉本がう々、ん、ぬんって言う前からねそういうね芸人の話って書いてたわけでやっぱそこが早かった 芥川賞っていうのは先取りするんですよ時代を社会的な問題がパッて入った時にそれって5年前に芥川賞の作品でやってましたよねとかいうことはいくらでもあるんですだから小説っていうのは時代の先取りを小説で書いたっていうパターンは多いそういった点でもう一度火花を読み直すっていうのもいいかもしれないですよ芸人とは何だろうかみたいなところをでやっぱ映画にもね映画ドラマにもなって今アマゾンプライムかなんかでやってたりするでしょまあ終わったんかなこの前人間っていうやつ出たでしょ まあその前に「劇場」っていう作品があってあれも「新潮文庫から出ましたが「火花劇場人間」という三部作三部作じゃないけど 3つありますねで僕はもともとエッセイが好きだったんですね第二図書館補佐だったかなっていうやつがあってそれも好きだったんですよであと読書芸人ねもう読書芸人ブームって終わっちゃって僕がつかつブームをね生み出そう生み出そうとかや,やってんだけど読書芸人の時からやっぱ好きでしたねやっぱ純文学をよく読んでたからエンダメばっかり読んでるのももちろんいいんですよでも僕はやっぱり純文学も読んでほしいなっていう気持ちはありますね なんか、またよしさんと一回対談とかしてみたいですよね、もうね。ということで、ひ悲願ですね。まあ、芸人の話でね、これは200万部売れたから説明不要という感じですけど、で今回、このね、5冊ね、紹介しましたけれども、まあ、今後もね、芥川賞に関係したね、企画、ね、動画、撮っていこうかと思っております。今回はおしまいということでね、ありがとうございました。つかちゃんでしたということで、コメント、高評価、ね、チャンネル登録ね、よろしくお願いします。ではでは、さよなら。ありがとうございました。さよなら。